チャオ、ボンジョルノトゥッティ。本日はこのほうれん草と、あとこれ、あの業務スーパーで買った冷凍のむき身のアサリですね。これを使ったパスタを作っていこうと思います。材料としてはアンチョビフィレ、だいたいこれは1枚から2枚ぐらいを使っていこうと思います。あとニンニク一片を細かく刻んでオイルに漬け込んだもので、オイルにもニンニクの香りが移っているので、ニンニクの香りだけでいいよっていう方はこのオイルだけを使って作っていただけるといいと思います。ニンニク好きな方はこのままオイルとニンニクを一緒に入れていただけると、ニンニク感ががっつりしたパスタになるかなと思います。あとはこのイタリアのちっちゃくて辛い鷹の爪、まあ、普通の鷹の爪でも全然大丈夫です。でほうれん草は、パスタ茹でる時の茹で汁で、まあ、軽く茹でた後に、バーミックスで、ペースト状にして、ちょっと緑色の鮮やかなジェノベーゼソースのような形のパスタを作れたらなと思います。それでは早速作っていきます。
今回はアサリとほうれん草を使ったジェノベーゼソースのようなパスタを作ってみました。アサリとアンチョビの旨味とほうれん草のほろ苦さがとっても合う美味しいパスタになりました。また今回使ったパスタマンチーニはかなりの太麺だったんですが、とてももちもちとした食感で小麦の味わいがとても良いパスタでした。美味しそうだなと思っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではチャオチビディアモー。